対局開始。はいどうも、ガラです。お願いします。ということで、今日も将棋ボーズ、自分将棋やっていきましょう。ってことでね、多分ね、風の音がすごいと思うんですけど、すいません、今ちょっと、外にいます。で、この音聞こえます、この音。海の音。超開放感半端ない。ってことでね、やっていこうと思います。すごいですよ。やっぱ、海っていいですね。うん、海の近くで将棋指すと気持ちいい。まあ、ちょっとね、これ、かなり不安なんですよ。音がちゃんと入ってるのかどうかってことで、結構声張り気味でやってはいくんですけど、大丈夫かな、ちょっと不安。今ね、磯の香りがすごいして、すごい心地いいですね、ここ。やっぱこういうとこで将棋指したいなっていうのがあるんですけど、一応これ、まあ、2四歩同歩同飛車ってやって、まあ、2三歩打ってきたら横歩を重ねに行きます。なんで、まあ、7三銀ってやってくるんですかね。お、取れる。取る。で、まあ、3四歩とかやってくる手もありそうですか。うん、まあわかんないけど、これ嫌か。これはこう一回交換拒否しといてやっていきましょうか。でここなんか人が全然いなくて、でちなみに今ですね、宮崎にいるんですよ。宮崎、うん、宮崎本当に何もない。何もないですね。どうしようこれ。どうしよう、まあ、とりあえず飛車引いて、まあ、2五飛車を目指すんですけど、まあ、3三桂って跳ねてくるのが普通ですか。その時にどうしようかな。これ17K から25K で飛車を生還しに行きますか。うわー、この匂い嗅いでると、あ、聞こえるかな。聞こえるといいんですけど、まあ、2四歩ってやってきたら、これは桂、まあ、跳ねといて、で同桂同飛車ってやればとりあえず飛車が生還できるんで、これ歩叩くと歩叩いて、まあいいか、とりあえず取って、でどうしようかな、どうしようかな、ちょっと、まあ同金ってやるのが普通ですか。同角なんだ。同角だったらここに一発歩叩いといて、で同香だったら2五桂って感じですかね。で何もしてこなければ16香からこれ、これは逆に端攻めができていいんじゃないかなっていう感じですかね。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいいですよ、うん。お、この手の意味は一応、角成りがあるよってことですか。まあまあ気にせず歩なって角は鳴らしちゃいますか。で、まあ、一回4八銀って上がっとくんですかね。5七角成りに対しては一回銀上がっといて馬を追ってから、まあ後でゆっくりと香車拾ってって感じですね。うわー、気持ちいい、気持ちいい。これ音声入ってるかな。やべえ、間違えた。間違えた。これは同銀しかないですね。でまあ同馬ってやってきて、一応桂馬取られちゃうんで一回桂打っときますか。まあまあね、次に、まあ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 次になんかね、まあ香車拾って一応小回りはまあいいんじゃないかなっていうところですかね。うん、これは同歩で、まあ、8七銀って打ってくるのはどうしようかな。7九桂って打っとくんですか。両取り歩打ちか。歩打ちは取ると、取ってしまうとまずいか。頭に銀打たれるんで一回桂打って、でこれで、まあ、馬が逃げるしかないと思うんで、角取るのは同桂で手順に桂馬がさばけるってことで、まあ、馬逃げてきたら8八角ってやっといて大丈夫ですかね。これでなんとか受かってる。ただ駒を使いすぎてるんで、まあまあ香車拾って1五飛車から1二飛成みたいな感じでやっていければなって思います。歩はどうするんだろう。これ歩ってくるのかな。まあとりあえずなっといて、でどうしてくるかですけどね。まあ歩叩きは同桂で同桂で、6七銀って打ってくるんですかね。6七銀には一応、お、飛車走り、え2 3、まあ飛車走りは同桂ですよね。同桂でまあまあ桂馬拾ってくるのかなって感じですけど、桂拾ってきたら7九金は6七桂でまずいので、これは角をかわしとくっていう感じですか。なんかこれ9七にかわしてみたいですね。こう間接的に王手飛車、王手飛車ってか王のラインを、玉のラインを睨んでるので、まあいいか悪いか分かんないですけど。で次に、まあ8号飛車からかな。ちょっと怖いけどな、これちょっと怖いけど、
まあ、1回8号車って回っといて、まあ、7なら馬から8なら馬がやだやだやだ、うん、やですね。まあ1回共愛とかすんのかな、共愛、共愛かな、共愛して、で3で74、まあ共愛金上がるのは桂打ちがあるんで、まあ共愛ですか。でまあ8なら馬には74桂で9なら馬って取らせて桂なって、うん、これは上がる、大丈夫、うん、桂なってって感じですかね。6二桂成同金に、まあ、8一左とか8二左っていう感じでやっていきましょうか。でこれで桂馬跳ねて、でここでそうですよね、取りますよね。でこれなっといて、まあすぐ何があるってわけじゃないと思うので、でこれで、まあ、8二になると7二銀って打たれて嫌なんで、こっちになって、まあ、4一下から追うよっていう感じですね。4号桂とかも打てそうですしね、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうだろう。今日打ちは歩合ができる、まあ一回中合しといて、同香に5なら歩ってやりたいですか。で今5、すいません、ちょっと今落ちました。もう一回いきます。はい、これでまあな取っちゃって、これ取っちゃって大丈夫ですね。まあ同金は同竜ってやっといて、まあ一見竜の形かなができて、で、あとはまあ上がってきたら即詰みがあるのかなって感じですかね。まあ桂馬を、とりあえず桂馬打ってみて、歩かな、歩打って同玉だったら3六銀って感じですかね。で上にかわしてきたら、まあ9七とかに駒打っとけばとりあえず大丈夫かなってところで、まあこれで王手してくるしかないと思うんですけど、まあ受け難しいですよね。まあ歩合で大丈夫かなって、これ、まあこれは同銀ってやると一応1八飛車ってあるんですけど、まあまあ普通に2八金って打っといて大丈夫ですね。で銀取ったら同金、金取ったら同銀で、まあ詰めろは変わらず継続って感じでかな。よし、時間切れがち。はい、ということでありがとうございます。今日は海を見ながら将棋させたので気持ちよかったです。ということでありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。このチャンネルでは人形動画をメインに上げておりますので、人形好きな方はぜひともご覧ください。それでは失礼いたします。バイバイ。